皆さん、こんにちは。マーケットライブの時間です。本日の解説は、楽天証券 FXD リーディング部の荒地です。どうぞよろしくお願いいたします。なお、この動画が切りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、早速本日のマーケットを見てみたいと思います。現在、ドル円は148円の45。ユーロドルは1.0878。ユーロ円は161円の50銭。 OG 円は97円の47銭。このようなレベルで現在、東京マーケットで取引が行われていますえ。ドル円は少しドル高円安に戻っているんですが、チャートを見ながらえ、今年のドル円の動き、そして3月に入ってからの動きを振り返り、そして来週以降どうなるかということを考えてみたいと思います。まずこれはドル円の 今年1月からのチャートです今年のドル円の安値は140円の79、そこからずっと円安が進んで150円の88ですので、この3ヶ月に満たない間に、まあ、2月のところについてますから、まあ、3ヶ月ですね、だいた10円のドル高円安が進んだということになっています。 そして、ここのところにですね、矢印を入れてるんですが、このちょうど50%、この高値と安値の50%が145円の84銭。そして、今のドル円が148円の50銭前後ですので、今年1年の、まあ今年1年といっても3ヶ月なんですが、年初からのドル円の流れから見ると、まだ ドル円は50%より上、つまりブルが強い円安の領域にあるということが言えます。で、このチャートでですね、えーまあ、重要なポイントというのは、まず今月の、えー、先週までは少し円高の方に動いたんですけれども、まだトレンドとすれば円安が続いている、これが第1点。もう1つは、この水色の線なんですが、これは200日線なんですね。でこの ドル円は今週、この200日線を一旦クロスすることがあったんですが、その後リバウンドしているということで、この200日線というのがです、ね、非常に重要なポイントになってきているとで。ここだけではなくて、ここのところですね、今年に入って一旦145円の90まで円高に行ったときも、ちょうど 200日線のところでリバウンドしていると。ですので、中期的に見ると、まず円高、円安のトレンドの逆転というのは、この200日線を完全にブレイクするかどうかというところが重要になってくると思います。まあ、いずれにしても今回は、見ると、この200日線のところでリバウンドして、また円安の領域に戻っているというのが、今年の流れです。 では、今月の流れはどうなのかというとですね、これは今月の3月のチャートを見てみます。3月は150円の71を高値、まあ月初にですね、この高いレベルをつけて円安のレベルをつけた後、146円台まで円高が進みました。そして今、えー、戻ってきて、ちょうどこの3月の高値と安値の中間が 148円の6丸ですので、この今のドル円の水準とほぼほぼ同じなんですね。まあ、これはチャート的には何を意味しているかというと、ドル円はですね、一旦円高が終了したとは言わないんですけれども、この円高145円台のところまでですね下がるということが。 終わっっててて今中立状態に戻ってきいてるというこの148円の60を超えて150円の方へ行けばですねドル円の円安の勢いが強くなるというふうに考えられますけれどもとりあえず今のところはですね来週大きなイベントがあるのでこの中立に戻ってそれから上この148円の60から150円というのも なかなか今の状況では行きにくいのかなというふうに思っています。ですから、ドル円は3月で言えばですね、1回円高まで下がった後、今、中立に戻ったという状態になっていると。他の通貨も見てみたいと思います。これはユーロ円ですね。ユーロ円も、えー、まあ、ドル円と同じような動きをしてるんですが、163円の52銭が高値、3月の高値ですね。その後、160円までユーロ安が進んで、 今、このレベルですね、161円の60銭前後、で50%が161円の8のですね、3月の高値と安値の50%、それよりも、えーまあ、ユーロ円に関して言うと、ややユーロ安50、50%より下という水準にあるんですが、まあ、ほぼほぼ、えーまあ、この160円のレベルから見れば、中立、地点に戻ってきたということが言えるんじゃないんでしょうか。 では、ユーロドルはどうかということで、ユーロドルを見てみると、これも3月なんですけれども、ユーロドルは今月1.0981が高値です。1.10のトライに失敗して落ちてきているというところですね。安値は1.0798。そして、この50%が1.0890ですので、今のユーロドルの水準というのは50%を切ってきていると。ですから、今月で見た場合には、 プルかベアかといえばユーロドル、ややベアに傾いているというところですね。ただ、まあ、この50%の水準からはユーロ円もユーロドルもドル円もあまり離れていないと。つまり、ほぼ中立状態になっている。なぜかというと、来週のイベントを前にですね、ポジション調整が進んでいるということだと思うんですね。 では来週何があるかというとです、ね、非常に大きなイベントがあるんですけれども、まず第1は FOMC ですね。このところを、えー、見ていただきたいんですが、こ,うこれは去年の12月の段階で、FOMC のメンバーが今年2024年に政策金利、フェデラルファンド金利がどのくらいになるということを予想したものです。去年の12月の段階ですね。 で去年の12月の段階で FOMC のメンバーは今年3回、つまり0.75%リスタゲするのが妥当だろうというふうに予想していました。で、重要なポイントというのは今月、そして先月のアメリカの経済指標が強かったので、このリ下げゲ3回というのがそのままの状態、つまりまだ FOMC のメンバーが 3回の利下げ、今年あるよというふうな考えが変わらないのか、それとももっと少なくなる0.5%、2回の利下げになるのかというところが大きなポイントになってくると思います。もし利下げが3回から2回になるということになれば、日米の金利差が開くという思惑でドル高円安が進むと。先ほどの今 中立地点に3月のドル円が戻ってきてるんですが、これはさらにドル高円安に行く、ドル円がブルーになる可能性があるということですね。で、もう一つは日銀なんですけれども、日銀はですね、逆に利上げをする、マイナス金利を解除するという、えー、思惑で、まあ、これが今月先週までですね、円高が進んだ大きな理由なんですけれども、まあ、それが アメリカ FRB の利下げ回数が少なくなる、あるいは後退するというのと、日銀が利上げするということで相殺されて、今はどっち側の方に行こうかということで中立になっているわけですね。一部の予想では、来週日銀がいよいよマイナス金利を解除するという報道もありますが、まあ、これは五分五分かなというふうに思っています。個人的にはですね 検討するというステートメントは出すんでしょうけども、実際の、えー、実施は4月以降とになるんじゃないかなと。まず手順としては、日銀がマイナス金利解除を検討します。そして岸田首相が日本はデフレ状態から脱却しました。私の手柄によってと。 いうことを宣言した上で、あ政府がそういうふうに言うんであれば、我々日銀もマイナス金利を解除しますというような流れになるんじゃないかなと。先に日銀がマイナス金利を解除して、それを追うような形で政府がデフレを終了宣言をするというとです、ね、ちょっと政治的にもったいないというような思いが働いているのかなと思います。まあ、これれれは分かりませんけれどもも、まあ、いずれにしても 日銀がマイナス金利を解除する方向には変わりないんですが、今はそれより前にですね、アメリカの利下げが少なくなる、あるいは遠のくということの影響が多くて、ドル高が進んでいるということです。ということで、ドル円がですね、148円のミドルまで戻ってきている。そして、ユーロドルはですね、同じようにですね、1.08なんですけれども、1.08の後半、えー、これは ユーロ安ドル高が進んでいるというような状態です。ということで、ドル円もユーロ円も今、ほぼほぼニュートラルな状態、そして来週のイベントを待つという状況です。ということで、今週は以上です。この動画が気に入りましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回よろしくお願いします。さようなら。